どうも、こんばんちは、キシトです。もう一人、いる。続きからやっていきたいと思います。さあ、分岐、とこだよね。これが、実は、彼女たちの、死んだふりだろ。早く逃げよう。ここからか。出るところからね。エンジンボタン。俺だ。ハンドルを切る。目の前の存在がとてつもなく怖くて、俺は思い切り左へハンドルを切った。なんとか奴を避けることができ、そのまま俺は車を走らせ続けた。振り返る勇気はなかった。じっとりとした視線が、いつまでもいつまでもついてきているような気がしたが、それでもひたすら車を走らせた。行きよりははるかに長く感じる時間。山道を走り続け、やっと家にたどり着く、家に帰り着くことができた。俺はすぐさま警察に連絡した。カートたちが殺されたこと、犯人を見たこと。もちろん、ドッペルゲンガーの単語は出さなかった。信じてもらえないことぐらいは冷静さを欠いている俺の頭でも判断できたからだ。警察が迎えに来て、俺は事情聴取を受けることとなる。今、警察官があなたたちがキャンプを行ったコテージを調べてきました。犯人は、いましたか？いえ、見つかりませんでした。犯人ではなく、ご友人三人のご遺体も。何言ってるんだ。遺体が見つからなかったって。ちゃんと探したんですか？加藤はリビングで、草場は寝室、水野はコテージ横。コテージだけでなく、周辺もくまなく捜索しました。しかし、血痕一つ見当たらないのです。そんな、バカな。犯人が遺体を持ち去った可能性もあります。引き続き調査を進めます。手筋が凍りつくような半額に、俺は生唾を飲み込んだ。数日後。警察はまだ三人の遺体を見つけていない。ありえないことが起きすぎて、夢だったのではないかという気すらする。飲みかけの缶コーヒーに口をつけようとした、その時。まあ、山。うん、っていう感じだよね。お疲れ。キャンプの後の反省会サボったでしょ。お前ら、なんだ。マヤマ、顔色悪い。大丈夫か？キャンプで疲れて風邪でもひいたのか？ダセえな。お前らは、死んだはず。何言ってんの？居眠りでもしてたの？そんな、ありえない。まさかお前らにも。もう一人、いる。そういう解釈。さあ、部室行こう。次のキャンプの予定立てなくちゃ。恐ろしい、殺人集団じゃないか。いやー、これで終わりか。エンディング多分経ったよね。そうか。まあ、もう一人いるっていう意味は、まあ、もう一人ね、殺害しなきゃいけない人が、知らなきゃいけない人がいるっていうのが、主人公。ドッペルゲンガーとかではなく、死んでたのは全部お芝居。主人公を殺すために、一芝居打っていたと。そういう感じだったもんね。で、主人公は、裏でその亡くなっちゃったね、もう一人の女の子に、まあ、泥棒をね、スリをしていた瞬間を、証拠に取られて、それで脅しの材料として使って、その女の子にひどいことをしていたと。まあ、性的な虐待だよね。エンドに。
もう一人いる。同じだよ。エンド1もエンド2ももう一人いる。同じだ。おまけがあるね。あ、こういうやつね。正義感の強いしっかり者の女性、過去に仲間当てにされた経験から、一人で寂しい思いをしている人は放っておけない性格。いつも浮かない顔の木下を見かねてキャンプサークルに誘った。うん。何を考えているのか表情が読めないことが多いが、優しくマイペースな男性。前々の復讐もただ一人最後まで反対していた。刺身でどこのサークルに入るか迷っていた際に加藤に声をかけられ、キャンプサークルに入った。うん。何事にも真剣に取り組まないひねたところのある男性。木下と同じ高校で密かに彼女に思いを寄せていた。それまで接点はなかったが、コンビニで偶然彼女が万引きしているところを目撃し、それをネタに体の関係をつないだ。加藤が木下をサークルに勧誘しているのを見て、キャンプサークルに入部した。高校3年生の時、家庭内の問題でストレスを抱えており、場がさして万引きをしてしまう。その現場は前々に写真に撮られ、それからずっと脅されていた。密かに水野に思いを寄せていたが、真山と体の関係を持ってしまっている自分を卑下し、負の感情が募り、自らと真山の命を絶とうと決意した。それとも水野と話したり、草場と趣味の話で盛り上がったり、加藤と出かけたりする時間は彼女の中で宝物であった。チャランポランで女関係でだらしない面もあるが、本気で好きになった相手にはいじず、木下に思いを寄せていたが、なかなか伝えられずにいた。活動は大変じゃない。幽霊部員でもいいというカートの誘い文句に釣られてキャンプサークルに入部したが、木下に会いたいがために結局毎回参加していた。なるほどね。これはエンドリストか。あ、イラストが見れるっていう感じだよね。いやー、これね、この作品ね、めちゃくちゃ面白い。ストーリーとしてはめちゃくちゃ面白いんだけど、俺が一つめちゃくちゃ不満なことがあって、こいつの本性を表してほしかった。ただなんかこういうことしてたっていう、裏でこういうことしてたっていうのじゃなくて、ちゃんとこいつとして、この真山として、俺は裏で本当はこんなことしてたんだっていう本性を出してほしかった。あのキャラクターの表情とか、あの人としてね、あのあれ文章で済ませるんじゃなくて、それがねあったらね、めちゃくちゃ良かったかなっていう。俺が不満な点は そこだけだったかな。ストーリーはめちゃくちゃ面白かったし、予想外な感じだったけど、こいつの本性が直接見れなかったのは非常に残念だったかなっていう、俺は思ったかな。それがね、あってほしかったね。まあ、よく映画とかでもさ、なんか、虐待の映画とかあるんだけどさ、虐待を全く描かれてない、虐待のなんか題材の映画なのに虐待を全く描いてない映画とか、ああいうのあったりするんだけど、もうめちゃくちゃモヤモヤするんだよね。いや、虐待を描けよって。虐待されてるんでしょみたいな。そこを描かないとなっていうのも映画とかみたいにあったりするんだよね。だからこれもね、やっぱね、そういう本性が持ってるんだったら、ちゃんとその本性をね、あの表に出してほしかったかなっていうのは思ったかな。そんな、そんな感想。それあったらめちゃくちゃ面白かったね。はい、というわけでね、もう一人いる。最後までご視聴ありがとうございました。次回もね、中社のね、フリオラゲームプレイしていきたいと思いますのでね、またね、よかったらね、見に来てくれたらと思います。ぜひともね、チャンネル登録とね、高評価もしてくれたらね、励みになりますので、よろしくお願いいたします。というわけで次回もよかったら、また見に来てくれると嬉しいです。それでは、